義理の兄というのはただの他人だ。親同士のいきなりの再婚、それによって生じた兄弟関係なんて、遺伝子が主張するような親近感はなく、互いに積み重ねた歳月もないのだから、考えてみるまでもなく当然だろう。ただ今目を覚ましてほら、こういうすり合わせができるの地味に助かる。ぜひそのスタンスでやっていこう。綾瀬さん、父さん再婚することにしたんだ。ユータも今夜会えばわかる。はじめまして、綾瀬亜希子です。美人と同居か、この世の春だね。こんなん普通のスキンシップだよ兄貴。もし色恋に目覚めたなら遠慮なく言えよ。俺たちはうまくやっていけるんじゃないかな、兄と妹としてさ。浅村君は私のことを。俺が一番嫌いなタイプの人間だよ。私たち似てるね、ダメなところも含めて。そういうところも含めて俺たちはうまくやっていけるんじゃないかな。これからもよろしく。